どうも、赤尾が積もり天だです。こんにちは。こんにちはね。今回はなんと、はい、ドッキリです。 M リーガーがメンバーと入れ替わりドッキリ。どうも、 M リーガーですよ。この前は池田くんでしたもんね。はい。で、その前はね、あ、僕でしたね。はい。今回のターゲットは、はい、キミヤスですね。そりゃそうだよな。はい。キミヤスか。で、どなたかと言いますと、おお、大悟ひろしさん。仲良し。ね、なんとお願いしたら快く出てくれるということ。そうでしたね、なんかね。はい、相場を持ってね、そうですね。ありがたいですよ。で、まあ、どういうドッキリかと言いますと、まあ、コントを撮ります。僕が、ね、撮ってるコントを撮るときに、まあ、そのコントの中で、一人一回外に出ると。で、帰ってくるっていうシチュエーションを作るんですね。で、その帰ってきた人が大悟さんになってるというね。これね、あの、君やすくん、M リーグ大好きすぎるから、ね、そうなんですよ。ね、一番好きです、もうね、発狂するんじゃないですか。まあ、普段ね、3人でタダパチの撮影を、まず午前中からやって、で、夜に高木さんが合流して、赤羽の方を撮影するっていう流れなんですけど、今回はちょっとそれを逆にして、先に赤羽の方の撮影しようって君やすには言ってます。なるほど。はい、まあ、大悟さんもスケジュールがありますからね。まあ、そうですね。君安の家っていうのもあるからね。そう、撮影が。そう、それがネックなんよ。まあ、じゃあ成功させましょう。やっちゃいましょう。絶対に。あいつがびっくりする顔見たいね。しましょう。うん。じゃあ最後、じゃああいつがびっくりするだろうっていう顔して終わる？大丈夫ですか？やろうよ。ハゲ前に。ハゲる前にしまった。すごいことが。ざっくり説明していい？今日のやつロングです。まあ別にあれなんだけど、家に呼ぶくらいの麻雀友達が全員プロ級の人たちだったって、あの人呼ぶシリーズのやつ、まあ、でもそ本人になりてるってこと、似てる人じゃない？ね、ちょっとね、あのちょっと寄せてる感じ。じゃあ俺が中林さんで、高木さんが大悟さんするか。そうする。あ、本日はドッキリ当日になっております。はい、はい、今日なんと来ていただいてます。どうぞ。お願いします。おはようございます。おはようございます。おはようございます。大悟さん来ちゃった。来ちゃったね。いや、本当すいません。ありがとうございます。いや、本当にお越しいただいてすいません。ありがとうございます。ちょっと説明すると、コントで高木さんが、大悟さんの役で、マンションに入ってくるんですけど、それが本当に大悟さんと入れ替わってるっていうドッキリになります。はい、すいません、はい、わざわざこんなところ、こんな早い時間に本当に、はい、すいません。目がバキバキなんですけど、昨日結構飲んでたとかないですか？大丈夫ですか？あ、いや、大丈夫です。大丈夫ですか？よかった。はい、あの対局の日だったので。あ、対局だ。やめた。大変、大変申し訳ない。すいません。はい、申し訳ない。ありがとうございます。よろしくお願いします。今日は、はい、ちょっと今二人が待ってるので、向かってもよろしいですか？ちなみに今日僕結構遅刻になっちゃってるんで、ちょっと謝りに行かなきゃいけないです。あ、そう、高木さんが遅刻してるっていう手で待たせてる。なるほど、なるほど。はい。なんでよろしくお願いします。すいません、お願いします。お願いします。っていうか、先撮ってさ、もう高木さん1時とかで出れたのに。マジでハゲ、ハゲすぎるだろ、あいつ。本当にマジでムカつくな。舐めすぎだろ。よりハゲさせてやろう。これ、赤羽最初の時だったら来てたよ、ちゃんと。そうだね、ちょっとだ舐め始めてる。多分、俺で持ってるからって思ってるから、多分そう。このチャンネル高木さん、なんかあのバイトで喧嘩になって辞めたとかさ、解散も喧嘩して辞めたって言うじゃん、絶対こういう感じの全部そうだよ。全部そうだと思うよ。全部そうだよ、うん、これは俺がいないと、俺のおかげでこれ今来てるな。ちょっと嫌なめてて、それで全部相方に話されて。人間だからあの人全然したからてめえよ。すいません。高木さん、はい、いや、この時間になるなら、はい、1時間半いや、ちょっと、いや、笑ってないで。いや、1時間半できたんですよ、はい、もう、くるくると思って。はい、いやいや、全然、いや、入って。間違いないと思います、すいません。いや、ちょっと。いやいや、本当に申し訳ない。本当に申し訳ない。なかったんですか？洗濯物がちょっと。いや、だからそういうのも。そう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 。
ごめんなさい。はい、最初から無理やから、はい、言ってくださいよ。いや、マジごめんなさい。言葉のきっかけとしてはもうそろそろ来るじゃんっていうきっかけをいただければ。そうですね、わかりました。あそこ出るの？じゃあもう出ちゃって大丈夫？いいですよ。これまあいいか、閉めれます。まあ最初は別にあれなんで、はい、3マスよね、これ。3マスになってるね。はい、ちょっと一応ガチャの年で行きます。いける？いや、ありがとうね、今日ね。うん、ありがとう。いや、もうマージャンしたかったからさ。ね、そうね。うん、いやでも家まで来てくれてありがとう。いや、まあね、話題かかんないからいいよね、家で。いや、そうでしょ。うん、ちょっとね、もう一人、高橋がダメだったから。うん、うん、ちょっとね、もう一人呼んでたけど大丈夫？おお、もうメンツ揃えてくれてありがとう。オッケーオッケー、うん、じゃもう一人そろそろ来るかな。あ、そうなの。お、お疲れ。お疲れ。お疲れ。うっす。お疲れ。うっす。お疲れ。うっす。お疲れ。大悟剛です。あ、オッケー、ありがとう、ありがとう。うっす。あ、いいよ、そこ座ってもらって。あ、こっちで。はい。いやーね。わざわざ、わざわざありがとうね。いやー、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。じゃあ、サンマちょっとやるか。やりますか。え、読んで、ルールはどんな感じの？ルールは、はい、ペ抜きあり、ペ抜きありの、はい、追っかけプンリありかな。追っかけプンリあり。うん。あ、ちょっと待ってください。ちょっともうちょっと顔元気そうにというか。元気そうに。そうっすね。あ、なるほど。大丈夫かな。いや、ちょっとやっぱりダメかな。ちょっと弱いよね。弱いかもね。なんかいつももっと面白い感じで来るじゃないですか、多分。ああ、うんうん、いつも面白い感じ、うんうん、そうそう、なんかちょっと なんかあったんですか？今ね、怪我してるんですよ、実は。え？あ、そうなんですか？マジで、はい、マジですか？マジで、口の中ズタズタなんですよ。え？お疲れ様です。すいません、お疲れ様です。ドッキリー大成功。僕なんすか？エミちゃん、ドッキリしましたよ。ちょっと待って、これは。いや、そっから座ってください。どうなの、シミヤスは。気づいた？いや、気づいた。まあ、ドッキリ、意味が分かんなくてね。あ、なるほどね。今は分かる。うん、今もうずっと意味分かんない。普通に高木さん遅れたと思ってムカついてた。あ、そうそうそう。もう一個ドッキリあって。え、高明さんが遅刻したってなってるじゃないですか。はい、遅刻したの僕っす。時間前日に変えちゃったっていうのは、まあ、ちょっとさすがに体力もあると思いますし、しょうがなかったと思うんですけど。じゃあ、君安の一言で終わりますか。はい、いや、うん、やばいっすね、ドッキリって本当。意味わかんない、まだ。ありがとうございました。ありがとうございました。ドッキリ大成功。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。